はい、パーティーゲームがお送りする実況プレイルカノール伯爵の続きをお送りいたします。はい、前回のパートから日を改めてのプレイとなります。若干忘れてしまいました。はい、前回の時点で、手に入れた、まあ、青い妖精の名前を示すためのアルファベットですね。これが7文字で、8文字揃ったらですね、城の入り口にいるジュリアでしたっけ名前がね、彼女がね、8文字ぐらい手に入れてね、来てくれたらまたうんたらかんたらみたいな話をしてましたので、まあその言葉を信じてもう一つなんとかしてね、手に入れようではないかって話なんですけど、ただどこまで、どこを攻略したっけかなっていうね、この記憶が曖昧なんですよね。この上は多分あの黄金の鍵でしか開かない扉しかなかったと記憶してますので、多分上に行く意味がないんですよね。うん、逆に右側から左側から聞こえてきてる気がするんだけど、大丈夫かな。今分かってるやつだけでも文字を当てはめたら何か変わったりしますかね。どうなんでしょうね。おう、まあそれだったらもうこの時点で見えてるでしょ。あんなとこ来られたら、あっちの方探索できんじゃん。といっても向こうの方はもう結構ゲットしたようなイメージもあるけどもね、え、行ってない部屋があとどれぐらいあるかって感じなんですよね、逆に。うーん、あ、こっちにもおるね。あの、ちょっと待ってくださいね。出て左側、あいつ来ない、来ないことを信じて、ここですね、多分。そう、これを解かんにゃいけんのでしょうね。4人の王について知らないといけないとかどうとかね、そんな話をしていました。まあ、ここだけ聞いただけなのはもう明らかに怪しいんですけども。4人の王について知らないといけないっていう記述があって、まあそれを知ることができそうな場所って言ったら図書館ぐらいしかないんですよね。これなかったんかいね。あ、もう取ったんか。これなんか、だからこれなんかあるんだろうな、もの、いろいろ動かせるものがね、ありますけども。この隣ですよね、だから図書館は。でもここは危険がいっぱいなんですよね。しかもろうそくを置いてない上に、今もうろうそく2本しかないので。これは見た。これはね、多分本をちゃんと、家計につ、これ右側に確かいたよね。いるねー。ちょっとおびき寄せようか。これだね。4人の王って題名の本だ。かつて昔4人の王がいた。彼らは友情の絆で結ばれていた。会うたびに笑い合い、一緒にいることを喜んだ。そして戦争で協力すると決めた。無益な戦争をやめようとしたその時、一人の王が裏切った。彼だけは笑っていても心の中には自分の利益のことしかなかったんだ。この有名な物語を書いた絵が、テネブレ城の壁に飾られている。壁に飾られているっていうだけではちょっとわからんですね。こいつをね、ちょっとこっちにおびき寄せて、そ
そう、ここをなんかないかなと思って。あ、デネブレジョの本だ。首吊りの森の一番高い丘にある最先端の機体と、首吊りの森の一番高い丘にある最先端の機械とカラクリによる特徴的な資料だ。美しき塔に王の部屋は一見の価値がある。古い文庫によると地下洞窟があり、捕らえた敵を投獄していったらしい。あおー、やばい、やばい、やばい。あれ？あ、赤い秘書長に見られたか。でも情報は手に入れましたね。一人の王が裏切った。でももうちょっと詳しい情報はないんですかね。それだけじゃちょっと何とも言えんな。でも取れそうな宝箱ってもうあとここぐらいしかないと言いますかね。あ、金の宝箱は中にある。ここは？鍵狂ったヤギが中に見える。やばいね。よくある箱が桶の中に見える。だから多分ヤギが出てこないようにするために、こうやっときゃいいんじゃないのかっていうのがまずありますよね。だからこの真ん中だけを開けるようにしなきゃいけないんですけど、このレバーよ、4本ものレバーがあると。これがどこが何を示しているのかがいまいちよくわかんないんですよね。ここでなんか4人の王についてもっと知る必要があるがどうだったらこうだったとかそんな話に書いてありましたけども。開いた。金貨を2枚で逃げた。バケツだ。持っていこう。あ、持っていった。え？なんで？あ！あれかな？ちょっと待ってくださいね。あれ、閉まってしまったな。これ上げ下げした時の声の違いかね。ああ、来ちゃった。封じといてよかったですね。あれ、真ん中が開かないね。今そこを下ろしたらヤギのところが開いちゃったのよね。あれ違う？これわからんな。手当たり次第でやってもダメな予感がする。ここはだってね、結構開いてますもんね。多分一番左と連動してるのではないかと思います。ほら、それはいいとして、この声の違いから何を読み取れというのかって感じがするな。これあのすげえ不本意ながら総当たりで言ってもいいです。でもこれ上げる順番が実はあるんですよとかなとったらもう無理ですよね。うるせえな、ヤギ。ダメだな、どうしようかな。一回出るか。
壁になんか飾られてるだろうなんだろう話しましたよね。そんなものが飾られてるところが、あ、上の階かね。上の階行っています？上の階なのか地下なのかわかんないですけども、あの、これですね。ここ、これ地下なのか、上に向かって伸びてんのかがよくわかんないですけども。ここは召使いとかはいません。これね、ここは入れません。これですかね。これでも調べたときになんかキャーイってなんかありよったよね。あーでもここにはそれっぽい壁画がない。じゃあ関係ないのか。降りましょうか。飾られてる場所。この中には退屈だな、坊主。ヤギと一緒に村を襲わないかい？すごく楽しいぜ。村？どこのこと？特に会話の内容は変わってないね。進展してるような、してないような感じですね。もう一回ちょっとあの、4人の王についての、話を見てこようか。こいつ定位置にいるよね、多分。扉を開けるような音もたまに聞こえるんですよね。あれもなんかヒントになってんだろうな。こっちなんだよな。テネブレ城の壁に飾られて、それを多分どっかにあるのをやっぱ探さねえ芸能ですね。書いてるか。そこにいたよね。ここをそういえばあまり詳しく調べてない。と思ったけど赤い所長がまだいるじゃねえか、こいつ。時計のパンを手に入れた。それはいいんだよ。これ偽物開けたらどうなる？ああ。右上の方になんかないかな。これ開けれる金貨か。あ、まあ嬉しいけどね。でも違うっぽいな、ここも。じゃああれ行こうか。多分あのバケツなんですけども、中庭の水を汲んで、で炎がパパパパ出るようなところがあったじゃないですか。あそこで、あ、動いたね。あそこで使うんじゃないかと思うんですよ。水を汲もう。どっかで使えるかも。
はい、水の入ったバケツを手に入れた。で、セーブしとく？いや、多分、いやでもあの炎のエリア結構炎の動きが厄介だったから、ちょっと金貨捧げとこう。今5枚か、結構ある。はい、セーブします。で、多分こっちだったよね。音量注意ちょっと遅かったか。音量注意です。あのヤギが眠ってるあそこはほんまにどうやって行くのかなって感じですけどね。ああ、この先なんですよね、問題は。お、いい感じに炎が消えた。やばい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 、死ぬ。取ってくださいよ。食べる。難しいよね、こうやって。ほら、かなりギリギリじゃないとね、当たっちゃうんですよ。まあ、それか横がね、消えた時に行くべきなんじゃろうと思うんですけども。あー、ダメじゃ。やっちゃった。セーブしといてよかったですね。ここちょっとろうそく多いから1個回収します。なんてだって主人公このスピードでしか歩かないですからね。この時ぐらいは走ってほしいと思ってしまうあー、危ねー。ほらほら、こうなってしまったらさ、八方塞がりなんですよね。だからちょっと運要素もある気がする。だって向こう側見えないですから、タイミングの測りようもないですし、若干ちょっとこうあれですね、理不尽な仕掛け、理不尽な仕掛けではあるような気がしちゃいますね。ここに一回待機しようか。よいしょ。こっち、ああでもこっち、ここでやっぱり結局、あ待ってよ。タイミングはちょっと違うのかこっちは。ああこっちの方がいいんだ。あ、いけたいけた。さあここでこれですね、バケツの水を入れた。バケツの水だけでこんなボーボー燃えてる炎が消えるもんかいなって気もしますけどね。はい、 N の文字を手に入れました。さて、でですね、何回になってんの
ああ、でもここの文字はあれだね。なんだ？バグったか。ごきげんよう。私の名前の文字を8つ集めたようですね。本当に粘り強い方だ。お見事です。来てください。見せたいものがあります。どうしよう、先にジュリアのところに行った方がいいかなと俺思ってるんですけども。もしかしたら話を聞いておいた方がいいかもしれないからね、ジュリアの。妖精の名前をたくさん集めたんだけど、どう並べればいいのかわからないんだ。あ、私が見つけた紙を見てちょうだい。何か数字が書かれてるんだけど、何なのかよくわからないの。でもあなたならわかりそう。ん？これは取っとこう、スマホに。なんかある。きっとなんかある。はい。カシャってしました。なんだろう、1836。持っていっていいの？間違いや。あなたのために取っておいたの。ありがとう。また来てね。他にも情報あげられると思う。これが良いヒントになればよろしいのですが、どうなのか。ってとこですね。はい、じゃあここで一回パート終了しましょうか。今22分ちょうどいい時間になりましたんでね。はい、ひとまず 1,2,3,4,5,6,7,8 文字8つ全部手に入れました。全部なのかはまだわかりません。だって開けれてない宝箱を何個かあるわけですからね。さっきの4人の王の仕掛けのとことか、あとあの赤い秘書長がねたむろしてる図書館のところにある宝箱も開けれてないですよね。あれも何かあるかとすると、もしかしたらアルファベットもうちょっと何個かあるんかもしれませんけど、ひとまず8つ揃ったんで、まあこれで解けるのかどうかっていうところですよね。はい、次回ちょっとね、文字並べでまあお話が先に進むのかどうか、もしかしたら急にねエンディングを迎えて、はい今日が最終回ですってなるかもしれませんのでね。はい、まあでももうこんだけ揃ってるということは終盤かもしれませんし、実はまだまだ試練が待ってるのかもしれませんが、まあ、引き続きちょっとね、進めていきたいと思います。はい、ということでルカノール伯爵のプレイ動画、次のパートに進みます。